石塚慎一は日本の漫画家。茨城県上総市出身で2002年に29歳でデビュー。主な作品に山岳球場を主題とした竹民奈の山やジャズを主題としたブルージャイアントがある。筑波山頂よりの長望。石塚慎一は1971年に茨城県上総市で生まれた。祖父は木彫り彫刻師、母は美術教師であった。 初めて登った山は筑波山であるという。中学校ではブラスバンド部に所属。高校時代は何も目標がなかったと述0している。南入りの医大学にいがた校に進学し、22歳の時にアメリカの本校に渡った。ジャズに出会ったのはブルースバンドでギターを弾いていた20歳の頃であるという。その後山に見せられ気象学を専攻するために、 カリフォルニアのサンノゼ州立大学に転籍。都米中にルームメイトの誘いをきっかけにロッククライミングも始めている。27歳の頃に帰国し、アメリカ時代の知人の経営する輸入商社に就職したが、その会社は半年ほどで倒産してしまった。石塚はもともと本格的に漫画を描いた経験は、 なかったが、30歳になるまでにやり残しのないように、勝負したいとの思いから、28歳の頃に漫画家を目指し始め、2001年の第49回小学館新人コミック、大正一般部門に応募し、ディスファーストステップで入選を果たした。翌2002年に、ビッグコミックオリジナル増館に掲載され、デビュー作となった同作について、 当時の担当編集者の勝木大は、冴えない中年男性が他の人物と不倫をしている女性会社員に恋をするというストーリーでありながら、ドロドロした感じはなくて、とても爽やかな話で、話の作り方が普通じゃない感じでありながらきっちりまとまっていたと述べ、一方画力については発展途であったと語っている。受賞後は漫画の描き方の本を買ったり、仕事の後に、 小学館に足を運ぶなど、漫画を一から勉強し、半年ほど、アシスタントも経験した。2003年から2012年にかけて、ビッグコミックオリジナル像館にて、山岳球場を主題とした、竹民画の山を連載。同作は2011年に実写映画化され、2009年の第54回小学館漫画賞一般向け部門、2012年の第16回文化庁、 メディア芸術祭漫画部門優秀賞などを受賞している。2013年から2016年にかけてビッグコミックにてジャズを主題とするブルージャイアントを連載。同作では第62回小学館漫画賞一般向け部門漫画大賞2016第3位第20回文化庁メディア芸術祭漫画部門大賞などを受賞している。日本編である ブルージャイアントの終了後、ヨーロッパ編であるブルージャイアントシュプリーム、アメリカ編であるブルージャイアントエクスプローラーを同士において連載している。石塚自身によると、29歳の頃に参考にしていたのは、広金賢治と浦沢直樹の作品であり、特に広金には2021年時点でも影響を受け続けているという。また、 大勢の観客がいるシーンを描くときとは、千葉哲也の、野谷松太郎を見て奮起すると語っている。かつき台は、石塚の人間に対する眼差しが、とても優しいと述べており、石塚本人は、事件性よりも、人と人の関係性に惹かれ、姿勢の人々の物語を描いていくということに、向き合っていきたいと語っている。グランド・ティトン・ジェイ・レッドマン出版社は、突起のない限り、小学館、 ありがとうございます。